ジャニーズとマスコミの共依存関係。ジャニーズがここまで権力を持つようになったのはメディアとの共依存関係を作ったからです。ジャニーズタレントの出演費用を安くする代わりに露出を増やしてグッズでマネタイズする。さまざまなレコード会社にタレントを分散させ発売日をかぶらないようにする。メディアの売り上げに貢献することで報道規制をする。結果的にジャニー氏の強姦犯罪をほとんどのテレビ局は報道しませんでした。ジャニーズのタレントをウイルスのようにメディアに侵食させることで性犯罪者ジャニーの罪は生きている間に問われることはありませんでした。